よいしょ。さあ、これで大丈夫かな。さあ、こんにちは、マックスです。今日はですね、ご覧の通り、サイクリング動画となります。よいしょ。これからね、ちょっと買い物をして、で、まあ、行くところはいつもと一緒、三軒茶屋の上村食堂なのですが、ちょっと買い物をして、ね、それから向かいたいと思います。カメラはですね、インスタ360 GO3S、こちらを今日は、画角をですね、いつもより広めなメガというサイズで録画してます。ちょっとね、自転車なんで風切り音がどうなのかなっていうのはちょっと心配なんですけれど、よいしょ。自転車もね、一月に一遍乗るか乗らないかという、もっとか、3ヶ月に一遍乗るか乗らないかですね。なのでちょっと漕いだだけで、今疲れてきましたけど、ちなみにこの今乗っている自転車は、電動アシストはついてませんね。小径タイヤの、16段変速かなのミニベロですね。今日はね、いつも帽子かぶってるんですけど、自転車ということで、ちゃんと自転車用のヘルメットもかぶってきてみました。よいしょ。なんかちょっと空気圧が少なそうな気がするけれど、このタイヤは、チューブが、英仏製なのかな。だから日本とか米国式の、あれじゃないんで、普通の空気入れだとね、空気入れられないんですよね。ですので、それなりの自転車屋さんに行かないと空気が入らないんですけど、まあ今日は1日ぐらいはなんとかなるかなっていった感じです。それではちょっと買い物してから、新道三軒茶屋の方に撮りたいと思います。この一番美味しいホクホクじゃがいものコロッケコッペっていうのを買いに来たんですが、残念ながら売り切れでございました。ということで、なんか適当に見繕っていきたいと思います。はい、ちなみに今日も乗ってきたミニベロはこいつです。こいつで一生懸命こいでやっていきます。スーパーを出て少し走ったんですけど、なんか大粒の雨が落ちてきて、着く頃にはびしょびしょになるんじゃないかなということが想像されるんですが、なんとかあと10分持ってくれないかなって願うばかりです。よいしょ。うわー、いやー、これ相当降ってきました。よいしょ。ああ、信号のタイミングも悪い。へえ、疲れた。音声ちゃんと取れてるかしら。ということでね、今、上村食堂に行く前にスーパーで買い物をしてきましたが、今日はアクセルがね、いません。お家で留守番ですね。いい子で待っててくれるといいのですが、あ、そういえばさっき言ってたチューブなんですけど、よし、ここで入れていこう。
もういいや、あんま無理してもしょうがないんで、このぐらい入れて、よいしょ。うん、こんなもんでいいや。よいしょ。バルブを閉めて。よし、完了。よかった。空気入れることができたんで。よいしょ、よいしょ。おお。お尻に突き上げが来るくらい、しっかりエアーが入りました。よいしょ。信号についてないって感じですね。無事大雨が降る前にファミマ食堂到着できました。田中先生到着。あ、やっぱこんなにこれで暗いんだ。もうもう結構暗いんじゃないですか。あ、いや、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、行きましょう。お疲れ様です。アイスカフェラテ。アクさんもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。会えてよかったです。確かに。またそれもそれでいいですよね。いいではでは。ありがとうございます。え、なんで？重装備だ。本当？普段と変わらないと思ってたんだ。これは？確かに。これを買ってしまえばいいんじゃないの？すごい湿度ですね。おさむちゃん気をつけて。どうもありがとうございます。よし、では、あ、そちらから、じゃあ気をつけて、また。おはようございます。じゃあどうも、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、この後、おやすみポータルで。あ、後ほど。後ほど。はい。あ、まだ雷か。ループあるかな？え？ありますよ。ループの三軒茶屋のステーションってここだけなの？まだ他にも。いっぱいあります。あ、いっぱいあるんだ。はい、へぇ。え、バッテリーのあるなしっていうのは借りてからじゃないと分かんないんだ。そうですね。ああ、じゃあ943、これじゃあランデブーで帰りましょう。置いてかれそう。よし、取れてるかな。かがむから少し上向きにすればいい。このぐらいかな。これでいいかな。よし。
自転車対ループ。なんかパチパチしてるよ。あ、渡っちゃおうか、あれ。ハエ。赤？よし、いけるいける。あ、ダメか。はい。やべ、降ってんだ。やべ、降ってる。ポツポツと、ポツポツじゃないね、結構な大粒で雨が降ってきました。みんな傘さしてるし、電車快適快適。いやー、こうやって自転車でギアをチェンジしてるだけで車のマヌエラルさ欲しくなりますね。運転してる感があるね。早い早い、ループ早い。それ全開？全開。20、じゃあ俺は20キロで走ってるってことか今。おお。このループに対する対抗意識、思いっきりこいじゃってるよ。大丈夫かな、ビデオ撮れてるかな。ちょっと上向きすぎてるかな。よいしょ。すごい、メガネには雨粒がいっぱいついてます。よいしょ。ではでは、こっち行くんで、はい、気をつけてね。はい、また会いましょう。おやすみなさい。ということで、田中先生とお別れしました。世田谷観音様、本日も安全を運用いただきありがとうございました。よいしょ。
まあなんとか大ぶりにならず帰ってこれたな。よし、はい、ということでご覧いただきありがとうございました。ではでは。